まさに2020の曲はダバーニョン。これアンダーグラフとしては自らの曲を自分たちのものに作る時もありますが、どんなこういう曲をこういう思いを歌ってもらえませんかっていうことも思って断ることも実はすごく多いです。それできないですみたいなこともあるんです。いくつかはやりましょう、やってみたいなと思ってやることもありまして、インディオータの今回のスポーツ作品もその一つでございました。でその他にもちょっといろいろあるので、その一曲をちょっとやりたいな。ちょっと寒いですね。寒いって言われてもどうしようもないですけどね。中原が寝てきますからね。近づいていきます。中原に近づいていくというか。そう、なんでしょうね。多分、又原さんの方が多分あってます。そんな、あんまり結構、おしゃれな綺麗なところなんで、なかなか、そんなのライブハウスと違うような雰囲気ですけども、ね。次の曲は、JICA、青年海外協力隊というのが、実は50年前にその青年海外協力隊というのが日本からさまざまな発展途上国に派遣され、2年間ボランティアで市街局、その50周年の記念して早くやる。でもそのせいじゃないその辺はもうホームページで調べて実際は16アーティスト、僕であったり倉木麻衣さんであったり、マラソンの高橋直子さんであったり、武田哲也さんであったり、たくさんの方に協力していただいて歌った一曲ですが、僕が作詞作曲してプロデュースもさせてもらったのを、今回は偉そうに全て自分で歌わせてもらって一人一つ。やがて日は差すだろう。